彼は実は一人で革命軍を倒したのだ。そして彼女は女の子だった。彼女は誰だ？ああ、お腹が空いた。もう3日も何も食べていない。どうしたらいいの？このままでは餓死してしまう。ねえ、それは甘いオレンジじゃないの？クソ、どうしてそんなに高いの？ジャンクもできないよ。石で倒すまで待ってて。お母さん、裏庭のオレンジの木がこんなに大きなオレンジになったよ。そう、もうこんなに大きくなったのよ。そうしないと地面に落ちて人に当たったら大変ですよ。でもおじいちゃんは、今日のこのオレンジは自分の人生を表しているって言ってた。もしそれが落ちたら、それは彼の人生が終わったことを意味するんだよ。おじいちゃん、そんな重い言い訳する必要あるの？バカ、おじいちゃんはどうしてあんなに簡単に死んでしまうのでしょう。彼はきっと長生きするでしょう。でもおじいちゃんは末期の肺がんを患っています。医師はもう治すことはできないと判断し、おじいちゃんを復帰させるだけでした。それにおじいちゃんは下100歳の誕生日を迎えるのですが、彼の寿命は限られているのです。で、この状況は最後の一応と同じだよ。いや、もっとひどいかも。どうしよう、私にはそのみかんを描くなんて無理だよ。パンツを吊るして代わりにするしかないかも。あの、こんにちは。あなたたちのところにジョジョみたいに死にかけてるおじいちゃんがいるって聞いたんだけど。私はその甘いみかんを描けないけど、送ることには少し自信があるんだ。お母さん、変な奴が私たちとおじいちゃんを引き離そうとしてるよ。あんたが私の義父を殺そうとしてるんだ。今はっきりしたよ。あんたが私を殺そうとしてるんだ。私は神様が送った天使です。神様があなたのおじいちゃんに会いたいって言ってました。それと一緒にみかんを持ってくるようにって。私のおじいちゃんは仏教徒です。宗教交流です。お母さん、異教徒が乱入してきたよ。あんたを生贄にして焼いてやる。私は天使であって魔女じゃないよ。はあ、帰ろう。食べたいなら食べなさい。それでいいの？あなたの孫娘はとても悲しむよ。この実は本来動物への自然の恵みなんだ。熟しても食べないのは自然の恵みを無駄にすることになる。そうしたらエンマ様も許してくれないよ。しかし、あなたのお孫さんはあなたがすぐに離れてしまうのを望んでいません。彼女はあなたに永遠に一緒にいてほしいと思っています。果実がこなすと落ちるんだ。たとえ落ちなくても養分は木に再吸収されて、最終的にはしわくちゃで気持ち悪い果実になる。見変わらないものなんてない。私も孫娘を永遠に見守ることはできない。結末がこうなら、私は人生の最後の瞬間に意味のあることをしたい。みっともなく死ぬよりはマシだ。甘くて酸っぱい。どうやって食べるのを諦めるの？お母さん、おじいちゃんが帰って。
オレンジは変に木の上に止まるわけではありませんが、動物の餌となる果肉に加えて、いわゆるオレンジにはもう一つ非常に重要なものがあります。それは家族の保護と育成を表す奇跡の種です。